スポーツ界のビッグカップル、大谷夫妻への祝福モードが続いている。すでに結婚を明らかにしていたドジャース、大谷翔平は3月15日、韓国への移動直前に新妻とのショットを自身の SNS に投稿。どの時点でこうにするかが注目を集めていたが、開幕前の大事なこの時期に妻の存在を明らかにすることでシーズンに専念する意向も感じられる。画像、突然公開されたツーショット。 大谷翔平と愛妻の仲むつまじい姿をチェック、そして明らかになった新妻も大谷同様にトップアスリートだった。元富士通レッドウェーブのスター選手であった田中真美子さんであることが判明。現役時代は国際大会も経験、所属先であった富士通も16日に。 富士通レッドウェーブでの活躍を通じてたくさんの人に元気を与えてくれた田中真美子さんの新たな門出を心よりお祝い申し上げます。新しい人生のステージがお二人にとってより素晴らしいものでありますようお祈りいたします、と公式のコメントを発表した。韓国へ到着した際には大家のブーシろを歩く奥ゆかしい姿も注目を集めたが、話題となっているのは全世界中が衝撃を受けた移動の際の2ショットにもあった。 長時間かかる球団チャーター機での移動とあって、マミコ夫人もジャージ姿というラフさだったが、富士通レッドウェーブ所属時には雑誌モデルも務めたことで知られる透明感あふれる美貌は隠しきれず、格好良すぎる。美貌がダダ漏れ、など女性ファンからは先望の声も上がった。すでに大谷もアスリートとしての姿とは別に、ヒューボボス、ヒューボボスのブランドアンバサダーを務めるなど、 ファッション界でも重頭身とも言われるスタイルの良さで急なアイコンとなっているが、今回の新妻の美貌は同じファッション界からも新たなミューズとして熱視線を向けられそうだ。何と言っても夫人は身長1 9 0センチ以上の大谷とぴったりの1 8 0センチの高身長、バランスのとれたスタイルで気品も感じさせる。2人ともスーパーアスリートとして知られるだけに、 世界的なスポーツブランドや日本の海外へ展開しているブランドなど多岐にわたって、大谷夫妻に興味を示すブランドは出てきそうだ。昨年は日本人選手として初のメジャー本塁打王に輝いた大谷のさらなる飛躍が期待されるとともに、今シーズンは美しすぎる妻の存在にも注目が集まりそうだ。